はい、明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあね、神宮の方に向かいますね。今日は気温が7度。この10年ぐらいの間で一番やっぱりね、穏やかな日かな。風もほとんどないんでね。柏原神宮駅でございます。近鉄のね。何時や今、10時10分。ものすごく混んでましてね、車入るまでどれがかかったかな、30分かかったかな、25分か30分かかったからね、全然すまなんで。こうやね、うねり山ですね、見えますかね。はい、じゃあ歩いて神宮までどれがかかるのかな、10分ぐらいかかりますかね。すごい中をちょっと歩いてみましょう。どうぞいらっしゃい。こちら。いらっしゃい、どうぞ。去年ちょっとね、撮影させてもらったんだけどね。まあ、分かってないわね、本人たちはね。取材させてもらったんだけど。これ去年はね、撮影させてもらったんやけどね、取材させてもらったんやけど、今日お父さんいないね。あ、いるか。そして接客中でございます。この横もね、去年ね、撮影させてもらったね、取材したんだけどね、今日はお姉ちゃんいないね。そうやけどね、残念やね。あとで帰りでもまた寄ってみましょう。はい、ありがとうございます。あれ連続で3回ぐらい取材しとるんでね、古川さんとかね。去年は会わんかったな、最初な、ちょっといなかった。お姉さん、撮らせてもらっていいかね。あ、撮らせてもらっていい。かわいいね。あの、YouTuber やけどね、ブルースカイゆかりチャンネル。YouTuber。YouTuber。YouTuber？ すごいね。初めてだった。何チャンネルですか？ブルースカイゆかりチャンネル。え、ゆうさん。ブルースカイ。あ、ブルースカイ。ゆかり。あ、そう、ゆかり。うん。あの、成人式かなんかですか？え？成人式とかなんかですか？いや、もう。え、あ、お姉ちゃんが今年成人式。お姉ちゃんが、それだけなんですけど。いやー、流行るね、この神宮で歩いてるのは。もう昭和の時代多かったんやけどね。今着物着てある方ほとんどいらっしゃらんのでね、後ろから追っかけてきましたよ。おばあちゃんが着てきて。あ、そうね。いやー、綺麗やね。毎年着てもらってて。あ、そうね。あ、じゃあ、お姉ちゃんはおいくつですか？あ、お姉ちゃんは今年で20歳ね。はい、お姉ちゃんも綺麗に飾ってあるけど。ありがとうございます。ね、ありがとうね。あ、いえいえ、こちらこそ。はい、昔の。はい、ありがとうね。はい、ありがとう。すみません。おきに。これが本店でございます。あ、久しぶりね、こんな水天の、雲内水天寺のね。どこやったかな、この辺やったかな。ここ遺産でしょ。これいいです。ありがとうございます。プロもそのままいい。はい、はい、ありがとう。はい、 OKOK。 はい、ウサギ、ウサギ見ましょう。ウサギをあれ12月の初めぐらいなる。ウサギね、飾ってあるから初めぐらいやったかな。なんかこれ出たね。はい、ウサギでもない。立ってみましょう。こっちか。こっちですね。はい、参拝者入り口。レンゼルよりも非常に少なく感じ。これ本殿ですね。普段開いてないから、正月以外はね。
電は通りも使ってないか。お賽銭入れていきましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、誰もいないとこ行って。いや、こっちいっぱいやね。あの、おみくじか。暗いけど、着物の方って全然見ないね。全く見ないね。あの上にね、本殿があるんですけどね。武田さん、なんだ武田さん、YouTube 様子見とるけどさ、なんだ今日は柏原神宮武田恒康、初めての大会の学生。入り口の屋台は大変ですよ、あれね。ちょうどね、反対側、通路の反対側にやって立ってくる、反対、通路のね、反対側に立ててくれてるからね、人が歩くとこじゃないとこだから大変。ここからだよ。はい、おめでとうございます。ようこそ柏原神宮へお参りくださいました。お参りの皆様、ここから始まる屋台は、ここから始まりますかね。見ましょうかね。遠慮してんのか。フリフリこれだけでいいのか。お腹大きいんやから。あっ、ごめんなさい。いやはや、一方通行が大変だろうくなって。ここから反対に歩いたらどれぐらいかんのかね。まだ10分ぐらいかんじゃうかね。ここにあるの。はい、ありがとうございました。柏原神宮でございました。ただ通過しただけでしたね。全然でしたね。はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。ブルースカイゆかりチャンネルでした。ありがとうございました。